20年前、死神の落とした一冊のノートが世界を恐怖で包んだ。ノートが失われた今でも、ある者はノートの謎を追い続け、ある者はノートと戦う意志を受け継ぎ、そしてある者はノートによって人生を救われた。デスノート、そのノートに名前を書かれた人間は死ぬ。もっと面白いもん見せてもらおうじゃねえか。地上に落とされた6冊のノート、こっから先はデスノート争奪戦だ。3人の男が動き出す。俺たちの手で必ずデスノートを封印する。俺はエルと約束したんだよ、デスノートは使わないって。八神ライトは生きている。そんな話信じるわけないでしょ。これは罠だ。面白くなってきた。ライトは生きてるの。キラのおかげで僕は呪縛から解放された。デスノートは封印できる。俺はお前も見てるからな。デスノート。